マリジャイジュンです。いや、最近めちゃくちゃ寒くなりましたね。これ見えてると思うんですけど、マウンテンパーカーを買いました。もうここまであるからね、襟がすごくあったかい。今日はですね、J-Fi さんかな、イヤホンをいただきましたので、皆さんで見ていこうと思います。で、あらかじめ悪いところも言いますよって言ったんです。そしたら、そしてくださいと、悪いところを指摘してくださいと書いてあったので、それも含めて言えたらなと思います。まず見た目、これは結構好きな類。銀ギラ銀なの、メタリックなね、感じのボディでございます。で、リモコンがついております。曲のスタート、ストップと1個送り、1個戻しができます。コード自体の長さ、そんな長くはないので、外で聴く人にはとてもちょうどいい長さではないでしょうか。そして、個人的にね、見た目で一番好きなところはこれ。ジャックなんですけど、銀ギラ銀なんですよね、ここもまた。で、ちょっとなんか、楽器のさ、シールドっぽさを彷彿とさせるというかね。で、こうやってつけると、もういい感じなんですよ。ピント合ってください。一番ね、皆さんが気になるのは、音だと思うんですよ。で、僕もそんなになんか詳しくないんで、もう、そこら辺は、詳しい人の話を聞いてください。で、一番最初に聞いた時、もう何もなしで、開けてすぐ聞いた時はうーんっていう感じなんですよ。うーんって感じなの、正直ね。なんですけど、説明書見るとエイジングしてくださいって書いてあるんですよ。で、エイジングするとちょうどよくなりますよって書いてあって、で、僕ももう分かってるんです。イヤホンは最初エイジングしなきゃいけないって、個人的にはエイジングした方がいいって思ってる人なんで、小1時間エイジングしました。で、聞いたら少し変わって、その少し変わったところの印象も話していきたいと思います。一言で言うなら、パワフルというか、パワーがあるっていうところがすごく印象深いと思います。この JA40 は。低音がすごくパワフルなんですけど、なんだろうな、低音だけが得意とか、高音がこう、綺麗とか、そういうどっか得意なイヤホンって結構多いんですよ、やっぱり。JA40 は、なんだろうな、全部がこう平均より上みたいな印象、バロメーターで言うとこんな感じ。滑らかとかまろやかというか、なんて言うんだろうね、どんしゃりじゃなくてかまぼこっていうのがいいのかもしれない。フラットなの、印象としてはね、っていう感じ。ちょっともう一回最後聞いていい？うん、フラットでね、やっぱり低音が少し来てる、少し強めで、ボーカルとかちょっとその上に乗ってる感じ。難しいな、これ言い表すのが。音楽をまろやかにこうフラットに伝えてるような印象ですね。これもうちょっとエイジングしたいな。もうちょっとエイジングしたらまた音変わりそうで面白そうだな。説明書にはエイジング時間は50時間ほどがおすすめですって書いてあるんで、またね、明日の朝とかになると音が変わってるのではないでしょうかと。というわけで、今回はいただいたイヤホンを見てみました。皆さんもぜひぜひチェックしてみてください。下の概要欄にリンクが貼ってあると思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければコメント、高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、また次回の動画もよろしくお願いします。バイ。